桃屋のアート。尖閣問題、香港問題、コロナ蔓延、米中対立、中華もういや。中華人民共和国が発端になり、次から次に降りかかる難問に気苦労が絶えないであろう安倍総理。しまいには米中戦争にまで発展すると勘ぐってしまうほどの米中関係の悪化。安倍総理はまさに耳を塞ぎたくなるほど心が疲弊していると思われる。